ショック・ドゥ・オランピックは、クラブ名にオランピックを関するフランスの2つのサッカークラブ、オリンピック・マルセイユとオリンピック・リオンの対戦のことで、ある。フランスの有力なテレビ局であるカナルは、この対戦を、スペインのエル・クラシコになぞらえて、オランピコと表現している。ル・クラシクとは異なり、ライバル意識が暴力さに結びつくことはないが、ダービーの結果は、選手、監督、サポーター、 会長同士のヒエラルヒーにつながる。両クラブ間でリーグン優勝が争われることも多く、リーグンで4連覇以上した経験があるのは、マルセイユ、リヨン、AS サンティティエンヌ、パリサンジェルマンの4クラブだけである。1945年9月23日の初対戦は1から1の引き分けに終わった。1970年代までに、 ディビジョンアンで4度優勝しているマルセイユに対して、リオンはディビジョンズに在籍することも多く、両者の間には明確な実績の差があったが、1986年には、ジャンミシェル・アウラスが、リオンの会長に就任して、チーム強化に乗り出し、両者のライバル意識は一層強くなった。1988から89シーズンには、マルセイユが17シーズンぶりにリーグ優勝し、 1993から94シーズンまで5連覇を果たしたが、ベルナール・タピノ・ヤオチョースキャンダルにより、最後のシーズンのタイトルは剥奪され、ディビジョン・ドゥ・広角処分が下された。なお、マルセイユは1990の91シーズンに、本拠地、スタッド・ベロドロームで、リオンを7-0の大差で下しており、1992から93シーズンには、 UEFA チャンピオンズカップで優勝している。マルセイユのディビジョンアン復帰後の1996から97シーズンには、リオンが本拠地、スタッドジェルランでマルセイユを8-0の大差で下して6シーズン前の雪辱を遂げた。この勝利は現在でも、ダービーでの最大得点差勝利記録として残っている。リオンは2000年代にフランスサッカー界を支配し、 マルセイユの4連覇をしのぐリーグ戦七7連覇を果たした。リヨンは1989年にディビジョンアン復帰を決めた進行クラブであり、マルセイユはこのシーズンの UEFA チャンピオンズカップで決勝進出を果たすことになる強豪クラブであった。1991年1月13日にベロドロームで行われたダービーでフランス代表のエリック・カントナとジャンピエール・パパン、 ガーナ代表のアベリペレなど強力な攻撃陣を要するマルセイユは、このダービー史上最大となる7点差をつけて、リオンに勝利した。なお、この試合で、リオンを指揮していたのは指導者としての経歴の浅い、レイモンド・メネクであった。1996から97シーズンの最終節に組まれたダービーでは、1分のアラン・カベリアの得点で、リオンが早々に先制した。 その後、リオンは、怒涛の攻撃で27分間に6点を奪い、ハーフタイムまでに、リオンが7-0とリードした。54分には、リュドビク・ジュリが、ハットトリック達成となる8点目を決め、リオンが、ダービー史上最大差記録を塗り替えて勝利した。マルセイユは2006-07シーズン開幕からの9試合で1敗しかせず、自信を持って2006年10月22日のダービーに、臨んだ。 しかし、20分に、リオンのジュニーニョ・ペルナンブカーノが、直接、フリーキックを決めて先制し、後半開始すぐには18歳のカリム・ベインゼマが、追加点を決めた。70分には、マルセイユのアビブ・バムゴが1点を返したが、その後のマルセイユは、反撃よりも、さらなる失点を防ぐ道を選び、ホームのサポーターからブーイングを浴びた。78分には、ジュニーニョが、 再び直接フリーキックでゴールネットを揺らし、その3分後にはキム・シェルストレームがダメ押しの4点目を決めた。敵地ベロドロームでリオンが4-1で勝利するのは2003年11月以来2度目であった。2007年1月31日、両者はクープ・ド・フランスラウンド16で対戦し、18分にリオンのクリスがフリーキックをヘディングシュートして、 先制点を挙げた。マルセイユは決定機を作れずに0から1の状況が続き、マルセイユの勝ち上がりの可能性は時間とともに減少していたが、88分にマッケイル・パチェスが同点弾を決め、ロスタイム1分にママドゥニ・アングがクロスからヘディングシュートを決めて逆転した。リオンはロスタイムに得点して勝利をつかむスペシャリストであったが、この試合ではマルセイユが リオンのお株を奪って、準々決勝進出を決めた。その後、マルセイユは決勝に進出したが、FC 訴訟22の2で敗れて、準優勝に終わっている。2007年11月11日のダービーを前にして、リオンは、校長を維持して、リーグ5位以内につけていたが、マルセイユは監督交代などもあって、広角圏内を、さまよっていた。7分のジュニ,ニの得点で、リオンが先制し、 10分のニアングの得点でマルセイユが追いついた。マルセイユのスティーブ・マンランダがベンゼマの決定機を何回も防ぎ、43分にニアングが逆転ゴールを決めた。リオンは後半も試合を支配したが、マルセイユ守備陣は試合終了までリオンの攻撃を防ぎきり、敵地ジェルランでは2004年4月以来の勝利を手にした。その後、マルセイユは降格圏から脱し、 5ヶ月後の2008年4月6日のダービー時には UEFA チャンピオンズリーグ出場権を争う位置に浮上していた。マルセイユはダービー前の11戦でわずか1敗と好調であったが対するリオンは1月から2月中旬の不振が響いて優勝を争う FC ジロンダンボルドーに対する勝ち点差が縮小していた。マルセイユは試合開始直後から攻撃的な姿勢を見せ 30分までにニアングとジブリルシセの得点で2点のリードを築いた。リオンは相手のミスから1点を返したが、後半序盤にニアングが追加点を決め、3から1でマルセイユが勝利した。同一シーズンのリーグ戦でマルセイユがリオンに対して2勝したのは、ホームアウェー制がリーグアンで採用された1983から84シーズン以来初の出来事であった。 2008年12月14日のダービーは、ハテム・ベン・アルファが、ゼルランに帰還した試合として、注目を集めたが、退屈で見るに耐えない試合となった。ベン・アルファは7年後、リオンで過ごして4度のリーグ優勝を経験したが、この年の夏に、ライバルのマルセイユに移籍していた。彼が、ボールに触るたびにリオンサポーターから、ヤジが飛ばされ、80分に、ベンチに退く際にはブーイングが浴びせられた。 2009年5月17日のダービーは、首位のマルセイユが3位のリオンを受けて立つ状況で行われた。リオンはすでに優勝争いから脱落していて、プレッシャーがなく、対するマルセイユは1991-92、シーズン以来久々のリーグ優勝を目前にして強い、重圧の中にあった。31分に、リオンのベンゼマが PK を決めて先制し、42分には、ベンゼマが、 追加点を決めた。80分にはシルバンビルトールが1点を返したが、試合終了間際にジュニーニョが直接フリーキックを決めて再び2点差とした。マルセイユは自滅気味の敗北を喫し、前日に試合を終えていたボルドーに逆転されて2位に交代した。マルセイユはシーズンの残り2試合を連勝したが、リオン戦の黒星が響いて優勝を逃した。なお、 この試合は293万人がテレビ観戦し、リーグアン史上最多の感染者数を記録した試合となった。2009年11月8日のダービーは、両、クラブとも UEFA チャンピオンズリーグの重要な試合を終えた直後に行われた。リオンがリーグ優勝するためにはダービーでの勝利が必要であり、一方のマルセイユはリーグ中位で苦しんでいた。試合は3分に、 ディオンのミラレムピアニッチが決めた先制点で幕を開け11分にマルセイユのスレーマンディアワラがコーナーキックからヘディングシュートを決めて同点とした14分にはディオンのシドニー・ゴブが爆発的なドリブルから再びリードを奪ったが44分にマルセイユのブノワ・シェールーが強烈なミドルシュートでネットを揺らし2から2で前半を終えた 後半には、マルセイユのアルナ・コネとブランドンがそれぞれ得点し、マルセイユが4のニット2点のリードを築いたが、80分と83分に、リオンのリサンドロ・ロペスが得点して追いついた。ロスタイム1分には、リオンのミシェル・バストスが、逆転弾を決め、試合が決まったかと思われたが、最終プレーで、リオンのジェレミー・トラランがボールをクリアしようとして、オーンゴールを喫し、最終的に5から5で、 両者が勝ち点を分け合った。一試合で両チーム合わせて10点が生まれたのはリーグアン史上5度目の出来事であり、この試合はフランスサッカー史上最高の試合の一つに数えられる。2011年5月8日のダービーは2年前とは逆の状況で行われた。かつてとは異なり、リオンは優勝争いから脱落し、マルセイはラスック・リール・メトロポールと優勝を争っていた。 10分にマルセイユのロイク・レミーがゴールネットを揺らしたが直前のプレーでアンドレア・イエウにハンドの反則があったとしてレミーの得点は認められなかった25分にはリオンのリサンドロ・ロペスがエスディア・ワラに倒されて PK を得てエル・ロペスが自分で PK を決めて先制した69分にはリオンのセサル・デルガドが追加点を挙げたがその直後の70分には マルセイユのルイス・ゴンサレスが反撃の,のろしとなる得点を決め78分にはコーナーキックからレミーが同点弾を決めたしかし84分リオンのクリスが魅惑的なボレーシュートで劇的な決勝点を決めたこのダービーの結果でマルセイユのリーグ優勝の夢は打ち砕かれ数週間後にリールがリーグ優勝を果たした 2011年5月8日までに全大会を通じて99度のダービーが開催された。リーグ戦ではマルセイユが29勝し、28勝のリオンをわずかに上回っている。2009年11月8日にスタッドジェルランで行われた試合は5から5となり、ダービーでの最多得点試合となった。マルセイユの最大得点差勝利は1991年1月13日に、 行われた試合の7から0であり、リオンの最大得点差勝利は1997年5月24日に行われた試合の8から0である。リオンの最多得点者は6得点のソニー・アンデルソンで、ある。シドニー・ゴブとジュニー・ニョ・ペルナンブカーノが5得点で、アンデルソンに続いている。クラブ間に強いライバル意識が存在するため、両クラブでプレーしたことのある選手は少ないが、 著名な選手では、アフリカ年間最優秀選手賞に輝いた、ガーナ代表のアベリペレ、フランス代表のマニュエル・アモロスとパスカル・オルメタなどが、両クラブでのプレーを経験している。この3人はいずれも、マルセイユのリーグ後連覇に貢献し、1993年には UEFA チャンピオンズリーグ優勝を果たした。アモロスは、マルセイユとリオンの2クラブ間の移籍後に、前のクラブに復帰した。 唯一の選手である。彼は1987年から1993年までマルセイユに在籍し、その後にシーズンをリオンで過ごした後、1995年にマルセイユに復帰した。ソニー・アンデルソンはマルセイユで印象的な1シーズンを過ごした後、リオンに加入して、クラブの象徴的な選手となった。ハテム・ベン・アルファはリンの株組織で振動とあがめられ、 2008年のマルセイユ遺跡時には強く批判された。フロリアン・モーリスは1990年代半ばにマルセイユで最も影響力のある選手の一人であり、リオンでも安定したプレーを見せた。1993年にマルセイユからリオンに遺跡したアベ・ディペレ2008年にリオンからマルセイユに遺跡したハテム・ベン・アルファ。ありがとうございます。